ちょうどいい脂肪のつけ方って何なのっていう話なんですけれども、腹筋がうっすら見えている状態というのがこのコンペティターの中でオーソドックスというか、筋肥大ができる環境でかつ減量にも苦戦しないちょうどいい脂肪の乗り具合の目安となるのがそれ理由なんですね。まあ自分自身ですよ。まず試しました。仕上がりが59キロぐらいの年に82キロぐらいまで頑張って増やしたんですよ。脂肪関係なく乗せてった時と、しっかりと腹筋がうっすら見える状態でバルクアップをして減量した時の仕上がりというのは、確実に後者の方が筋肉量も残って仕上がりコンディションも良かった、体調も良かった、健康的だったという、まずこのね、自分自身の経験則ってのは一番大きいです。そして多くの選手にもやはりその指導方法をやってきたところ、順位が圧倒的にいいね、データでも間違いなく確実にいい数字が残っています。